どうも、前原です。ダート4のホームにようこそ。ここからイベントを選ぶと各ゲームモードを確認できる。車両を選ぶと自分のガレージを確認でき、車を購入することもできる。自分の車を購入するとマイチームが利用でき、車をセットアップしたり自分のレーシングチームを管理したりできるぞ。メールボックスにはメッセージが届くことがある。オプション&エクストラでは追加コンテンツを確認したり、ゲーム設定を変更したりできるんだ。ってことはまず車を買わなきゃいけないってことなのこれ。変えるのがないじゃんないじゃんじゃん。したらね、やっぱりイベントやんなきゃいけないのかな。ここはコースに出るためのハブだ。キャリアを選んで栄光への道を歩き始めよう。さらにフレンドや他のドライバーと対戦したり、マルチプレイで自分の技術を確認できる。フリープレイでは自分のチャンピオンシップをカスタマイズしたり、自分でステージを作ったりできる。ダートアカデミーは練習を積んだり新しい技術を身につけたりする場所。ジョイライドでは多くのチャレンジで身につけた技術をテストできる。これはじゃあね、あれですね、多分キャリアを進めていって、まあ、クレジット貯めて、まあコンプリートするっていう、まあ、いつものダートシリーズのいつものパターンですね、これは。じゃあキャリアね、せっかくなんでやっていきたいと思います。まあまあラリーしかないんでラリーから行きましょう。ラリーではステージと呼ばれる区間をドライバーが1台ずつ走行する。ステージの長さは毎回違う。バンピーだったりツイスティーだったり、路面の状態もグラベル、アスファルト、スノーなど様々だ。成功を手にするにはコードライバーの言葉を聞き取る集中力と車のパフォーマンスの限界を引き出す精神力が必要だ。イベントは一つまたは複数のステージからなり、途中には車を修理するサービスインターバルがある。ステージの合計タイムが最も速いものが勝者となる。目標はグローバルラリーシリーズで優勝することだ。トップドライバーと腕を競う。
でもまずは雇われドライバーとして始める必要がある。雇われですか。じゃあ雇われちゃいましょう。クラブマンカップね、ミシガン、まあ、これしかないからね。早速やっていきましょう。3キロで 3.01 キロ、ライトグラベル。スタートしないように頑張りたいですけどね。5、4、3、2、1、ゴー。キープレフト、オーバークレスト60、ライト6、アンドレフト5、40、スルーディップ、ライト6、オーバークレストカット禁止、ライト6、アンドレフト4、ロングオープン、キープイン150、キープライト、オーバークレスト110、オーバーバンプス。まあこんな感じで走ればいいのか。マニュアルをさ設定したいんだが、これかコントローラー。ちょっと待って待って待って、
ちょっとしばらくやってみよっか。じゃあね、ステージ開始していきたいと思います。よし、幸運を祈ってるぞ。ノート内容ははっきりと分かりやすく伝えるからな。あ、これコードラが言ってんだ。5 4 3 2 1、ゴー。キープレフト、オーバークレスト60、ライト6アンドレフト540、スルーディップ、ライト6オーバークレスト、カット禁止、ライト6アンドレフト4ロング、オープン、キープイン150、キープライト、オーバークレスト110、オーバーバンプス60、ライト5カット禁止、アンドライト4カット禁止100、やばい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 、レフト4アンドライト6アンドレフト5、ライト4ロングカット禁止、アンドライト6カット禁止、200200、オーバーバンプス100、レフト6カット禁止、アンドレフト4ロング250200、オーバーバンプス、ライト6アンドレフト540、スルーディップ、ライト6オーバークレスト200200、オーバーバンプス80、ライト4ロング、アンドライト6250トゥーフィニッシュ。 OK、 マーシャルのところに行こう。いやー、あんなところで弾かれちゃうと思わなかったな。ステージタイムが記録された。よくやったな。これダメなんじゃない？オッケー、マーシャルのところへ行こう。いや、やっぱね、いいですね、リプレイ。ランクっていうか、お見事、ね、新しいライセンスを取得した。ローカルから地域レベルへと進むことができるぞ。キャリアのスタートとしては最高だ。ありがとうございます。
ナショナルチャンピオンシップで十分なレース経験を積んだら国際ライセンスへ進むことができる。でももう一回ね、これ勝ちたいと思います。ちょっとロードが長めなのかな。ではね、いっちゃいましょう。いい評価をもらい続ければもっと有名なイベントに参戦できるようになるはずだ。5 4 3 2 1、ゴー。キープレフト、オーバークレスト60、ライト6、アンドレフト540、スルーディップ、ライト6、オーバークレスト、カット禁止、ライト6、アンドレフト4、ロング、オープン、キープイン150、キープライト、オーバークレスト、ミスファイアの音だ。110、オーバーバンプス60、ライト5、カット禁止、アンドライト4、カット禁止100、レフト4、アンドライト6、アンドレフト5、ライト4、ロングカット禁止、アンドライト6、カット禁止、200、200、オーバーバンプス100、レフト6、カット禁止、アンドレフト4、ロング250、200、オーバーバンプス、ライト6、アンドレフト5、40、スルーディップ、ライト6、オーバークレスト200、200、オーバーバンプス80、キリやべえな。ライト4、ロング、アンドライト6、250、トゥーフィニッシュ。ゆっくりとマーシャルのところへ。キリやばいね、全く見えなかったよ。誰絶好調だったな。素晴らしいステージだったよ。お疲れ様。はーい。もう一回ね、これのリプレイ見ておきましょう。ライト6、アンドレフト、いやこの辺もね、F と5、40、真っ白、スルーディップ、真っ白、200、オーバーバンプス80、ライト4、ロング、
やっていきたいと思います。グラデュエーションラリましょう。マーシャルから何も連絡がないのは順調な証拠だ。5、4、3、2、1、ゴー。ライト6、オーバークレストカット禁止。200、オーバーバンプス100。ライト5アンドライト4 200。ちょっとライト6オーバークレスト80。ライト6アンドレフト5 40スルーディップウォータースプラッシュ。ライト6オーバークレストイントゥーレフト6スルーディップライト5アンドレフト6 200。レフト6オーバークレストディップ80。レフト4アンドライト6アンドレフト5ライト4ロングカット禁止。アンドライト6カット禁止200。レフト4ロングキープインカット禁止150。ライト4ロングタイトキープインアンドレフト6カット禁止。レフト6アンドライト4。いやーまずかったな。アンドレフト6ライト6カット禁止。アンドワンプアンドレフト4アンドライト6200トゥーフィニッシュ。ゆっくりとマーシャルのところへ。完璧、見事な結果だ。本当かな？よくやったな。ぐっちゃり言ってるけど、え、こんなにぶつかったっけ。アンドレフト5 40スルーディップライト6オーバークレストイントゥーレフト6スルーディップライト5
て、ダメージを受けているので次のステージの前にリペアしましょう。30分しかないので慎重にリペアする場所を選択してくださいと。時間を超えるとペナルティが加算され、45分を経過するとそれ以上の車両リペアができなくなると。でリペアをさらに開始と。 OK です。あ、お金かかっちゃうの。よくあれがこんなに直っちゃうな。じゃあね、行ってみましょう。ステージ内に絶対に気を抜けないセクションがいくつかある。注意してくれ。はい。5 4 3 2 1、ゴー。200オーバーバンプス、250ライト、4ロング、キープイン、カット禁止、60ライト、6カット禁止、アンドバンプ、アンドレフト、4アンドライト、6 80レフト、4アンドライト、6アンドレフト、5ライト、6アンドレフト、5 40スルーディップ、ウォータースプラッシュ、ライト、6オーバークレスト、ライト、4ロング、カット禁止、アンドライト、6カット禁止、80クレスト、60ターン、アキュートライト、60ポスト、アウトサイド、キープレフト、オーバークレスト、レフト、5 150ダメだもん、ガツンと。レフト、4ロング、キープイン、カット禁止、200レフト、4ロング、キープイン、カット禁止、100ライト、4ロング、アンドライト、6250200オーバーバンプス、200やっぱ200オーバーバンプス、250200オーバーバンプス、150トゥーフィニッシュ。よし、減速してマーシャルまで進もう。いやー、ちょっとああいう直線怖いね。完璧、見事な結果だ。よくやったな。へえ、どんぐらい差あったんだろう。リザルト見ればいいのかな。あ、結構あるね。ゆっくり見よう。ライト、6アンドバンプ、やっぱね、まあ、ダートラリーもそうだったんですけど、ヒト、5ライト、6路面の凹凸っていうのがね、スルーディップ、ウォータースプラッシュ、ライト、6オーバークレスト、やっぱそういった面ではダートシリーズの方が、うん、面白いは面白いですね。ターン、アキュートライト、60キープレフト、オーバークレスト、150レフト、4ロング、キープイン、カット禁止。WRC シリーズはブレーキがよく効くってことですね。200ダートラリーもダート4もブレーキはかなり早めにやんないとダメですからね。ここなんかちょっと間違えたら吹っ飛んできそうですもんね。ゆっくりとマーシャルのところへ。
その調子だ。新しいライセンスを獲得したから、地域からナショナルレベルへと進める。次のレベルに進む準備が整った。ありがとうございます。いいぞ、十分資金を稼いだようだな。そろそろ車の購入をして自分のチームを作ってみたらどうだ。ホームメニューの車両を選んで購入したい車を探してみよう。そういうことですね。それではね、この辺りで、一回切りたいと思います。まあ、DAD4 始まったばっかりなんですけど、まあ、やっぱり、面白いは面白いです。なんて言うんだろう、自分が WRC を戦うっていうような本当シチュエーションはやっぱり WRC シリーズ公式には勝てないんですけど、やっぱりダートシリーズにはダートシリーズの良さがありそうですよね。まずまあ挙動とかうんぬんいろいろあると思うんですけど、まあこれはこれで本当にいいゲームだと思います。やっぱりコドマスはね、しっかり仕上げてきたなって感じがしますね。それではね、また次の動画でお会いしましょう。それではまた。